サスケのことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて。ナルト。ガーラ？お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。そうか。そこまで荒れた階段になったとはね。それにしてもサスケは、まさか階段まで襲ってくるとは。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。風影として、俺は命がけでお前を守る。暁の配下として、サスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら、容赦しない。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。サスケの友として、お前が本当にやるべきことをやれ。ガーラ。俺は、お前を友だと思っている。かつての俺にとって、友とはただの言葉。それ以上でもそれ以下でもなかった。だが、お前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか。お前はサスケのために何をしてやれるのか。ではな。ナルト。俺はどうすれば。俺は大丈夫か、ナルト。サスケ君は、私が必ず。
任務開始。サスケ君は私が止める。ナルトにだけ重荷を背負わせたりはしない。こんなところでグズグズしてられない。バカつきな。こいつらにいるってことは、サスケ君やっぱりバカつきな。止め。もう昔のサスケ君には、サスケ君に近づけさせない感じね、こいつ。こんなところでグズグズしてられない。急がないと。早く森を抜けなきゃ。急がないと。急がないと。こんなところでグズグズしてられない。早く森を抜けなきゃ。こんなところでグズグズしてられない。早く森を抜けなきゃ。急がないと。こんなところでグズグズしてられない。急がないと。よし、このまま一気に突破する。こんなところでグズグズしてられない。早く森を抜けなきゃ。ところでグズグズしてられない。ぶっ飛べ。
行け。早く早く森を抜けなきゃ。次から次へとキリがないわ。早く急がなきゃ。急がないと。やんなら。早く早く森を抜けなきゃ。サスケ君を止めるつもりですか、さくらさん。その声はリーさん。みんなで力を合わせるべきです。引き返してください。すみません、私はもう決めたんです。ならば腕ずくで止めます。すみません。はい、はい、さくらさん、一人で肩をつけようなんて無謀です。分かってる。でもこれは自分で決めたことなんです。ただただお願い、私を行かせてください。そればっかりはさくらさんのお願いでも無理です。早く行かないと追いつけなくなる。すみません、でもこれはさくらさんのためでもあるんです。なんとかしないと。やりますね。ですが負けるわけにはいきません。やんなら。オーガット！
誰にも止められない。お願い、リーさん、分かってください。さすがに強い。さくらさん、待ってください。言ってはダメです。ごめんなさい、リーさん。この先にサスケくんが。任務達成。近いってことね。